今日はホームゲーム、自宅から歩いて観戦へ。ベルズ広島ボールパークテラスの周辺おすすめスポットをご紹介します。おはようございます。東建住宅販売マンション事業部佐々木です。現在10時、午前10時でございます。今日は広島ボールパークテラスの魅力を十分に皆さんにお届けしたいと思います。広島ボールパークテラスの魅力はたくさんありますが、その一つの魅力はロケーション。広島駅エリア、府中エリア、段原エリアのほぼ真ん中、早朝からの出張やお出かけなどの際も東西広域へのアクセスが可能です。車で約3分ほどの高速2号線を使えば中広域へのアクセスも良好に行えます。特にマスタースタジアム、コストコは徒歩7分の立地にあり、もうカープファンにとってはもう最高の布陣ですね。今からではコストコの方に行ってまいりましょう。コストコでございます。こちらがスポーツセンター、こちらがコストコ、本当に7分で参りました。私はこのコストコのクラムチャウダーがことのほか大好きでございます。皆さん、ご契約者の皆さんはコストコの会員1年分差し上げようと企んでおりますので、ぜひご検討ください。はい、それでは次はマスタースタジアムへ行きたいと思います。行きましょう。さあ、ついてまいりました。いよいよ入り口です。ここは府中町エリア、段原エリア、そして広島駅再開発エリアのほぼ中心に位置するとっておきの場所。静かな住環境にありながら、東大橋開通によって市内中心部へのアクセスも向上。快適さと利便性の真ん中で暮らす喜びを。いかがでしたか？ベルズ広島ボールパークテラス。グランドオープンは1月16日です。ご契約者様への特典はコストコ会員1年分です。ぜひご検討ください。ご視聴ありがとうございました。